アスカ会事件とは2006年、ブラック会報道名の支部長を兼任する財団法人アスカ会理事長が業務上横領と詐欺で大阪府警に逮捕された事件。社団法人アスカ会は1960年、ブラック会報道名大阪府連合会アスカ支部により、地域生活や福祉改善の促進を標榜して設立され、同和地区で浴場を運営していた。山口組系。 金田組の組員でありブラック解放同盟アスカ支部の支部長でもある小西国彦はアスカ会を社団法人から財団法人に改めて収益事業を営むことを提案し、これを受けて1971年アスカ会は財団法人になるとともに1974年以降同和対策事業の一環として 大阪市の外郭団体から西中島駐車場の運営を独占的に業務委託されていた。1983年からこのアスカ会の理事長を務めていた小西国彦は年間2億円の収益を7000万円に過小申告し差額を横領することにより不正な利益を得ていた。その他、小西国彦は2003年9月大阪市立アスカ人権文化センター館長と 共謀して山口組警暴力団の元組長らのために健康保険証7枚を不正取得していたことも発覚した。不正に得た収入の使徒は、小西当人の趣味のコインや紙幣の収集、スポーツ、国技観戦、自分のために作った総ヒの木の豪華な缶オケの支払い、年間1億円と豪語していたのみしろ、妻や娘の装飾品や副飾代、大学生の次女に買ってやった。 ベンツの代金、妻に渡す、生活費、長男に渡す、生活費、愛人に渡す、生活費などであった。小西が実刑判決を受けた大阪地方裁判所このため、2006年5月8日、小西国彦は、業務上横領の容疑により逮捕された。横領額は判明しただけでも、約6億円に上ったが、起訴された金額は1億3120万円。これらの金額を、 小西区二彦の個人口座に移し替え隠蔽したというのが事件の概要であった。この口座の移し替えなどに絡み、小西区二彦と懇意だった三菱東京 UFJ 銀行淡路支店の次長権取引先課長も業務上横領法助で大阪府警に逮捕されている。また、健康保険証査手の件では大阪市立アスカ人権文化センター館長も詐欺容疑で逮捕され、 2006年11月10日に大阪地方裁判所で懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けている。2006年7月31日、大阪地裁は小西区二彦の保釈を許可した。2006年10月6日に大阪地裁で初公判が開かれ、大阪国税局の税務調査により、2005年までの5年間に約4億円の申告漏れが指摘された。 2007年1月24日、大阪地裁裁判長、杉田総久は、同和団体幹部の地位を知り資欲のために悪用し、大阪市の弱腰の童話行政を食い物にした、極めて悪質な犯行だと述べ、小西邦彦に、懲役6年の実刑判決を下した。この判決を不服として、小西国彦は、大阪高等裁判所に控訴したが、同年5月、廃岸で、 大阪府豊中市の利山病院に入院し、11月9日、奈良市の自宅で病死した。小西区二彦の逮捕を受けて、ブラック解放同盟大阪府連は、ブラック解放運動信頼の再構築と再生に、向けて、アスカ会等事件の総括と、ブラック解放同盟大阪府連見解と題する、声明文を発表し、アスカ会事件と、同和問題解決を目指す、同和行政とは、 一切無関係である。今回の事件は、個人の犯罪であると主張した。のみならず、ブラック解放同盟の支部長としての肩書きと、暴力団関係者としての圧力を背景に、小西氏が不当な利益供与を要求し、それに、大阪市が屈し続け、責任を同和行政にすり替えたのが、大阪市の差別性であると主張し、この事件によって、 金銭的被害をこむった大阪市をブラック差別の加害者に偽して弾劾した。ブラック解放同盟大阪フレンはまた、2006年9月9日のアスカ海当事件真相報告集会で配った総括とフレン見解の中で、小西区二彦の行為を同盟支部長という肩書きを悪用したエセ道和行為とも批判した。しかしこれに対して、加藤家信彦は、 大阪フレン委員長の松岡徹が小西から長年にわたり金銭的支援を受けていた事実を指摘し、ブラック解放同盟を一部の大阪府連幹部にとって、小西はいわばスポンサーではなかったか。であるからこそ、支部大会が10年以上開かれていなくても、支部長として出席しなければならないフレンの会議に、長期間にわたって顔を見せなくても、何のお咎めもなかった。 エセドーは行為を黙認し続けたのは、大阪府連の幹部に他ならないと批判している。さらにブラック解放同盟大阪府連は、2006年12月、新聞各社の大阪本社に公開質問状を出した。アスカ会事件の報道について、差別を助長、再生産したと非難し、これほどまでに大きな主面を割いた理由は何かとなじる内容であった。これに対して、産経新聞は、 アスカ会事件についての報道で影響が出ているとするならば根本的には差別解消に取り組む団体の支部長がその肩書きを悪用して犯罪行為を行い組織もその支部長の不正を結果的に長年にわたって放置していたことが差別解消に向けた取り組みに大きな影響を与えているということではないでしょうか支部長という立場の人間が反社会的な呻死欲による 犯罪行為や組織の肩書きを悪用して巨額の利権を得る行為を行ったことは市民や部落差別解消に向けて真摯に取り組んでいる人々をも裏切る行為であり十分なニュース価値があると判断しました。組織内部の養殖にあった彼が行った行為こそ差別を撤廃する側ではなく間違いなく差別を助長再生産する側にあったと考えます。厳しく 社会的に手段する報道をすることは当然のことであると考えますと返答した。ブラック解放運動大阪府連は毎日新聞の解放同盟支部長を逮捕という見出しについて駐車場の委託管理を受けているアスカ理事長を逮捕であるべきと抗議し、事件に関係のないブラック解放同盟員や被差別ブラック住民に対する差別意識が拡大され、 ブラック出身者の心理面においてどれだけマイナス思考になるのかなど検討されなかったのでしょうかと難喫している。しかしこれに対して、加藤家かのは、被害妄想の域に達していると言わざるを得ない、と批判し、ブラック解放運動の空洞化を指摘した。また、京都産業大学教授の名田本と久はこの事件を、奈良市ブラック解放同盟員給与不正受給事件と、共に、 運動と行政の力関係がそのまま職場に持ち込まれることによる職場の混乱や不正行為と呼び、便所の差別落書きでさえ、その施設管理者の責任を差別体質として厳しく追求してきた運動団体ならば、自らの腐敗体質として、防制、改善してもらわなければならないと述べ、この事件をめぐる、ブラック解放同盟の対応の甘さを批判した。なお、 この事件で金融庁から法人営業拠点での新規客への融資を7日間停止する業務停止命令を受けた三菱東京 UFJ 銀行はブラック解放同盟とは逆に公金を取り扱いたいからという経緯については把握しておりませんが当行の人間が一部の資金の出し入れについて従事していたのは事実です個人の犯罪ではなく経営組織の責任として 処分を重く受け止めていますと表明し、個人の問題ではないことを全面的に認めている。また、2006年8月には、小西の元運転手で、リートル小西と呼ばれ、小西と指定関係にあったと言われる M が、地元建設業者から、地元協力金の名目で、現金約100万円を脅し取るなどの行為により、逮捕された。M もまた、小西と同様、 ブラック解放同盟幹部の地位と暴力団との関係を巧妙に使い分けて行政と癒着し犯行に及んでおり、八尾市の公共工事を受注する業者の間では、受け負い額の3%をブラック解放同盟案中支部への寄付金などの名目で M に支払うことが長年にわたり、慣例化していた。八尾市入札妨害強括事件も参照大阪府、高槻市の被差別部落に生まれ育った。 小西国彦は、少年忌みや、刑務所を経て山口組系、金田組組長、金田三春のボディガード系運転手になったが、上田拓造の後ろ盾を得て、1969年6月、アスカ支部第一回定期大会で、ブラック解放同盟大阪フレが飛鳥支部の支部長に選出された。支部長就任の動機について、2006年10月6日の大阪地裁における、 小西区二彦の初公判の検察側冒頭陳述では、童話問題が大きな社会問題となっていたことから、暴力団構成員よりも金儲けがしやすく、絶大な権力が手に入るなどと考えたためであると指摘された。当時小西は酒梅組の元組員である、西成支部長と共に、ブラック解放同盟行動隊の双碧の合腕とされていた。 その後小西は1970年代後半に山口組を脱退したが、それ以降も山口組関係者との交際は依然として継続し、金田組の組長から時折電話がかかってくると、別人のように直立不動になり、組長から指示を受けていた。また山口組系、生島組組長の生島球児とは古い付き合いがあり、1985年1月27日に4代目、 山口組、組長、竹中正久が愛人宅で射殺された時には、現場となったマンションの名義人として浮上し、ブラック解放同盟大阪府連の委員を辞任。しかしその後も、ブラック解放同盟から除名されることはなく、アスカ支部の支部長として留任した。また小西は、山口組若頭時代の渡辺義則に5000万円を現金したこともある。後に、 中野会会長の中野太郎の仲介で組長になったの渡辺と2回にわたり面談し、元ヤクザのための福祉事業を立ち上げようとしたが、実現しなかった。1990年頃には、茨城市の病院に入院中の小西が、元暴力団員のアスカ会職員らに拉致され、5億円を要求される事件も起きている。1997年9月15日には、 山口組と中野会の構想が飛び火した結果、ブラック解放同盟アスカ支部やアスカ会の入居する小西所有のビルに5発の銃弾が撃ち込まれる事件が起き、新聞各紙にブラック解放同盟支部に発砲と報じられた。中野と交際が深い小西への敵対勢力からの脅しとみられた。昭和40年代、権利関係の複雑な大阪駅前の開発に際して、 大阪市に力を貸したことから、同市の行政に多大な発言力を持つに至った。小西国彦は、同和関係の建設事業の請け負いを左右する、大阪府同和建設協会でも、顔役として通っていた。虚栄中が在日韓国人でありながら同立協に、加盟し、同和対策事業に食い込んでいたのも、小西国彦との人間関係があったためであると、伝えられる。 小西区彦は7項目の確認事項を縦に、自らの銀行口座の預金利息を完全非課税にさせるなど、国税局にも影響力を行使していた。村田義隆や渡辺道夫や東緑といった自民党議員とも親しく飲み歩き、選挙を全面支援し、特に村田は大阪国税局調査部長時代、アスカ会に関する脱税告発を握り潰すほど、 小西邦彦と実婚だったと言われる。その他、小西邦彦は、天下りの圧旋や贈賄などを通じて警察にも異性を及ぼしていたとの証言がある。また、元大阪市長、関淳一も、知人の就職の圧旋を小西に依頼したことがあり、この点については、関も認めている。その見返りとして、小西は、大阪市に、ブラック解放同盟安歌支部の人間を採用してもらうよう。 量産推薦したと証言している。小西と親しかった渡辺道夫公年社会福祉法人ともしび福祉会の設立にあたって、自らの犯罪歴を理由に大阪府から認可を拒まれた小西は、ブラック解放同盟と友好関係にあった社会党の国会議員の紹介で、厚生省に赴いたが、門前払いを受けたため、金田組の上部組織の柳川組にいた右翼を通じて、 自民党の中川一郎を紹介してもらい、当時の厚生大臣の園田正氏にあって、法人設立の認可を取り付けたこともある。また1975年頃、3は銀行淡路支店と取引を始め、同行に対しても特殊な影響力を持つに至る。そのきっかけについて、小西国彦自身は、大阪府立国島高等学校の開校にあたって、大阪府に口を聞き、 同行の資金の取り扱いを三和銀行に任せるよう圧旋したことだったと述べている一方で同行における小西邦彦の担当者だった元支店長は三和銀行淡路支店の開設にあたり小西邦彦が用地確保に尽力したことだったと述べているこうして同行から特別な工夫を受けるようになった小西邦彦は友人の暴力団関係者たちのための天体有志の 窓口になることを引き受け、銀行と暴力団のパイプ役を務めて、リザヤを稼いでいた。小西区二彦に対する動向からの融資額は、三菱東京 UFJ 銀行本体で約51億円、系列ノンバンク、三菱 UFJ ファクターで約30億円、合計80億円以上に上ると見込まれたが、そのほぼ全額が暴力団の地上げの資金に使われ、バブル崩壊により、 不良債権と化した。1981年には、社会福祉法人、ともしび福祉会を設立して、理事長に就任し、特別養護老人ホームや生活支援ハウスなど5つの施設を運営。これらの事業に関して、国や大阪市などから合計46億8000万円の補助金を受け、福祉は儲かる。年寄りは何もわからなくなっているから、 体を洗うのはホースで水をかければいいと、豪語していたと言われるが、本人は、その発言を否定している。小西と実婚だった、かつ慎太郎小西区二彦はまた、飛鳥地区の解放会館で、同話地区住民のためのイベントに、たびたび芸能人を呼んでいた関係から芸能界とも、接点を持ち、芸能人たちからはチケットを500万円から1000万円、分を買い上げる谷町として慕われ、 1980年代中期に、小西邦彦の実父が他界した折には、小西邦彦と特に実婚だった、かつ慎太郎夫妻が、葬儀に駆けつけている。2001年7月7日には、西条秀樹の結婚披露宴に、新婦側の主品として招かれ、新高縄プリンスホテルでスピーチを行った。なお、役所や銀行を相手にする場合は、ブラック解放同盟安支部長という肩書を進んで、 利用し、支部長と呼び習わされてきたにもかかわらず、このような席では、老人ホームの理事長と名乗り、場面によって、裏と表の肩書きを使い分けていた。また、岡本夏樹からは、お父さん、加賀真理子からは、お兄ちゃんと呼ばれる間柄だった。この他、小福亭二角も、小西区二彦に可愛がられていた芸人の一人で、小西区二彦のことを、親父さんと呼んでいた。二角の当たりギャグ。 どんなんかなは、小西区二彦が飲み屋で女の子を笑わせるためにたびたび使っていたフレーズを小西区二彦の許可のもとに使用していたものと伝えられる。小西は1970年代から千代の富士の谷町でもあった。しかし1982年、大阪場所に出ていた千代の富士を北新地に連れて行こうとしたにもかかわらず宿舎の前で長々と待たされて豪を煮やした小西は、 千代の富士が、力士仲間と花札に強じていたことを知って逆上し、彼の曲げを掴んで蹴り上げる事件を起こし、以後は、講演会活動から手を引いた。これらの一連の違法行為を通じて、小西邦彦が蓄積した、個人資産の総額は40億円以上に上る。小西邦彦の逮捕後、2006年7月、三菱東京 UFJ 銀行は、小西邦彦並びに、 灯火福祉会に対して、約80億円の貸金返還請求訴訟を起こしたが、小西区二彦の死後に遺族が遺産相続を放棄したため、有資回収はほとんど進んでいない。ありがとうございます。